ちょっと。もう。お邪魔してるで。あのでしょ？にしし。もちろんだよ。これって。だとすると、うん、ごめん、いい、
へえ。ひょっとしたら。なるほど。いいかな。うん。え？ん？ああ。だとすると。ちなみに。わかんないですよ。どうやら。でもさ。わりだよ。いやいや。ところでさ、いいえ。まあ。の学級裁判の時間だよ。お前ら、中庭にある裁きの祠までちゃっちゃと集合してください。ほら、緑の壁に囲まれた赤い扉があったでしょ。あの扉の奥だよ。そこからお前らを素敵な学級裁判場へとご案内します。ぽぽぽ。じゃあまた後でね。そうね。めんどい。そうですね。わかりました。やれやれだな。大丈夫。ごめん。
あのさ、どうしたの？ごめん。あ！みんな！メス豚。いや。困ったわね。大丈夫だよ。これは嫌じゃ。そうだよね。あなたが望むなら。いや。ね。頑張らないと。うんうん。へえ。宇宙に轟く桃田海斗だぜ。バカ野郎！うん。
すげえじゃん。本当にエレベーターになってるんだ。それにしても随分と深く潜るんですね。くっくっくっ、落ちていく。僕らはどこまで落ちていくのだろうね。なんだか急にトイレに行きたくなってきたわい。どうぞ遠慮なさらずに。さすが羞恥心のないロボットは言うことが違うね。あのさ、犀原くん、さっきの話の続きなんだけどさ。え？真実を知るのが怖い気持ちってきっと誰にでもあると思う。でも真実を見つけた人だけがその先の運命を選ぶことができるんだよ。何が嘘で何が真実かわからないままだと何かを選ぶこともできないし、きっと自分が選んだことすらわからないままだと思う。だから怖くても戦わないとダメだよ、真実と。君はそれができる人なんだからさ。それでも怖いときは遠慮なく他人の力を借りればいいんじゃないかな。自分だけじゃなくて他の人のためだと思うともう少しだけ力が湧いてくると思うよ。私もそうだったからね。コンクールで吐きそうなほど緊張してるとき、いつも頭に浮かべていたのは私のピアノを聴いて笑顔になってくれた人たちのことだったからさ。赤松さん、じゃあ行こうか。こういう嫌なことはサクッと終わらせちゃおうよ。わーい、ビンガ、ええか、ダメよこれは。ふん、あー、もう最高にポップだね。最低ですね。おっぽっぽ、そっか。さてと、ではでは、最初に学級裁判の簡単な説明をしておきましょう。学級裁判では誰が犯人かを議論し、その結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きですが、
もし間違った人物を黒としてしまった場合、黒以外の全員がお仕置きされ、生き残った黒だけが最終学園から卒業できます。ちなみに必ず誰かに投票してくださいね。投票しない人には死が与えられちゃうんだからね。というわけでクレイジーマックスな学級裁判の開幕です。始まっちゃったね裁判なんて久しぶりだな。あ、経験はあるんだね。まあね、悪の相当だから。今まで悪いことばっかりしてきてるから。で、どうすりゃいいんだ。何から始めんだよ。裁判なんてどうやって進めればいいのかよくわからないよ。まずは落ち着きましょう。こういう時はおがしですよ。押さない、かけない、喋らない。喋らないと話し合いになりません。進め方なんて気にする必要ないわ。これは普通の裁判とは違うんだから。容疑者も弁護士も検事も裁判員も、務めるのは全て私たち自身。それなら私たちのやり方で進めるしかないわ。だったら僕から議題を提供しようか。急にシャシャリ出てくるんじゃねえ、このうんこ製造機が。まあ、まずは話を聞いてみようよ。主は言いました、みんなの話を聞くことが大事だと。うちはちゃんと話を聞ける子じゃぞ。血が出るほど耳掃除してきたからの。じゃあ喋らせてもらおうかな。僕はずっと疑問に思ってるんだけどさ、犯人は初回特典で外に出られたにもかかわらず、なぜそれをしなかったんだろうね。私気になります。よっぽど学級裁判がしたかったんだろうな。だったら犯人はモノクマだな。誰よりも学級裁判を従ってたからな。キャッハー、これで決まりだぜ。俺様天才。でもよ、モノクマが犯人なんてありえんのか。もちろんありえないよ。僕はお前らに直接手を出したりしないもん。あなた自身はそうだとしても、あなたを操ってる誰かは別だよね。ん？モノクマを操ってる首謀者なら天海くんを殺すことができたはずだよね。首謀者？何それ。おいら首謀者なんて知らないな。聞いたこともないわね。とぼけたってダメだよ。あなたたちを操っている首謀者って誰なの？首謀者か。この中にいる可能性が高いって話だったが。俺はみんなと同じ意見で、キーボーだと思うよ。皆さんも同じ意見なんですか？絶対に突き止めてみせるからね。うぷ、うぷぷぷ。でも、首謀者を突き止める前に、まずは犯人を突き止めないとね。だったら、とりあえず事件の状況を整理するところから始めない？天海くんが死んだ状況を振り返って、まずは何が問題かをはっきりさせてみようよ。うん、そうだね。超高校級の探偵の犀原くんが言うなら間違いないよ。それじゃ始めましょうか。改めて事件を振り返ってみましょう。
天海さんの死体が発見されたのはタイムリミットの直前でしたね。彼は図書室で殺害されていたよ。きっと一人で図書室に来た乱太郎を犯人が後からこっちとやったんだよ。どうして天海は図書室に行ったんだ。あいつが動く本棚を開けていたのは隠し扉の存在を知ってたからだ。つまり天海が首謀者だったってことだ。それは違うよ。ちょっと待って、やっぱり天海くんは首謀者じゃないと思う。あ、なんでだよ。だって天海くんは隠し扉を開けるカードキーを持ってなかったんだよ。もし彼が首謀者で隠し扉に入ろうとしていたならカードキーを持っているはずだよね。犯人が天海くんを殺した後でもカードキーを持ち去ったのかもしれませんよ。でも隠し撮りした写真のどこにも天海くんがカードキーを持った姿は写ってなかったよ。だからやっぱり彼はカードキーを持っていなかったんだと思う。それに首謀者が死んだならこの殺し合いだって終わってるはずだよね。そうね、そう考えると彼が首謀者である可能性は低そうね。だったら天海くんはどうして隠し扉のことを知っていたのかな。図書室を調べた時にたまたま見つけただけじゃない。西原ちゃんと同じようにさ。いや、首謀者にこっそり教えてもらったんじゃねえか。首謀者が隠し扉の存在を教えたって？何のため？図書室に天海をおびき寄せて殺すためだ。それって犯人は首謀者ということですか？なるほど、それはありそうだね。首謀者なら赤松さんたちの罠のことを知っていても不自然じゃないからね。首謀者が私たちの罠のことを？ほら、今回の事件が完全犯罪になっているのは君らの隠しカメラのせいとも言えるでしょう。つまり首謀者は君らの罠を知った上でそれを自分の犯行に利用したんじゃないかな。首謀者は天海をおびき寄せて殺した後、バカ松とダサイハラの隠しカメラを利用することで完全犯罪を成立させたってわけか。私たちの罠を利用して。あ、待って、完全犯罪なの？この事件の謎って解けないの？早くもお手上げじゃな。ちょっと諦めるのが早いって。犯人が首謀者ってことは分かってるんだし、だったらみんなで協力して首謀者を見つけようよ。そうすれば殺し合いだって終わるんだよ。でもさ、みんなで協力っていう割には俺らの中に首謀者がいるって疑ってるんだよ。分かってるよ、ひどいってことくらい。だからこそ終わりにしたいんだよ、こんなひどいことはさ。殺し合いなんてふざけたゲームを終わらせるために私は首謀者をやっつけたいんだよ。そのためだったら私は学級裁判だって利用するよ。赤松さん、たとえ残酷な真実が待ってても立ち向かう覚悟はできてるみたいだね。だったら早速その残酷な真実ってやつを叩きつけちゃおっかな。実は俺分かっちゃったんだよね、天海ちゃんを殺した犯人がさ。なんだって？なんであんたが驚いてんの？だってもしこれで正解だったりしたら歴代学級裁判の最短記録を塗り替えちゃうよ。ちなみに今までの最短記録ってどれくらいなの？そりゃもう早かったで。あつ、風のように早かったよね。だけどさ、何もあいつ自身が風にならなくてもよかったのにね。
この季節になるとついあいつのことを思い出してまうな。なんであんな死に方しちまったんだ。一人で宇宙艦隊に突撃してるなんてかっこよすぎだろ。てめえらうるせえぞ。大事な話の最中だ。黙ってろ。ねえオマ、犯人が分かったってのはマジなのかよ。うん、さっきの話だと犯人と赤松ちゃんたちの罠を知ってたんだよね。犯人がカメラに映ってねえのはそのせいだ。で、誰が犯人なんだよ。つまり隠しカメラの罠を知ってたやつが犯人なんだよ。だから誰なんだって。お前だよ。俺様か。だって罠に使われたカメラってイルマちゃんが作ったんでしょ。作った本人ならカメラの死角とかも分かってるはずだよね。カメラに映らないように図書室に忍び込むくらいは朝飯前ってわけか。何言ってんだよ。俺様はカメラを作っただけで図書室に仕掛けるなんて知らなかったし。普通そんな妙なカメラを作れって言われたら何に使うか確認すると思うけどな。ねえ、どうして確認しなかった。どうしてどうして。疲れてたんだって。徹夜だったからついうとうと寝ちゃって。疑われた途端に反応が過敏だね。やましいことでもあるんじゃない。やらしいことだってしてねえよ。新婚の終わりに大きな胸だとは言われるけど、イルマさんって強気な割に打たれ弱いよね。待って見逃してよ。お金が欲しいの。言い訳も完全に悪党っぽくなってきましたよ。正直にゲロっちゃえば。イルマちゃんが犯人なんでしょ。そんなわけねえだろ。本当に図書室の罠は知らなかったんですか。だから知らないんだって。そもそも俺様は図書室に行ってねえんだ。それに賛成だよ。私もイルマさんは地下に行ってないと思う。そうだよね、新宮寺君。もちろんだよ。だって殺人が起きた時間帯、イルマさんはずっと食堂にいたからね。僕は食堂で最後の晩餐をいただいていた時、それを見ているんだ。ちなみにメニューは孫の誕生日に買ったケーキを一人で食べるおばあちゃん風パスタだよ。悲しいエピソードしか浮かばないけど、最終的には孫もおばあちゃんが美味しくいただいたんだね。悲しいどころか病気的ね。さすがはお父やんやで。というわけだから、イルマさんのアリバイは僕が保証するよ。このナメクジがもっと早く言えっつーの。ああ、赤松は頑張ったぞ。貧相な胸の雑魚キャラの割にはな。急にすごい上から目線だね。どこの何がメッシュ。白金ちゃんってよく自分勝手の例えを使うけど、それってぼっち特有のやつだよね。あ、ごめん、
つい趣味がにじみ出ちゃって。ええ、大間は何を余裕ぶっこいてんだ。もっとはてめえが俺様を疑い始めたのが悪いんだぞ。てめえは当分黙ってろ、この虚言癖のつるしょだが。ひどいよ。俺は犯人を見つけるために言っただけなのね。そんな言い方はひどいよ。よし、見たらすっきりした。想像しい野郎だぜ。それとついでに言っておくと、食堂には他に白金さんと東条さんもいたよ。ではその4人は容疑者から外せそうですね。ずっと一緒にいたならアリバイは成立ですからね。いや、ずっと一緒ではないけどね。白金さんは途中でトイレに行ってたからさ。ああ、やっぱそれ言われちゃうんだ。まあそりゃそうだよね。うん、確かに言ったよ。食堂から一番近いトイレにね。トイレ？トイレだって？よっ、待ってました。ワクワクするね。なんでですか？硬い台かな、柔らかい台かな。台であることが前提なんやな。でも本当にトイレに行っただけで、地下に行ったりはしてないよ。それに怪しまれるほど長い時間でもなかったと思うし。だけどよ、あんたは超高校級のコスプレイヤーなんだよな。だったらトイレに行くふりして誰かに変装した可能性もあるんじゃねえのか。変装？ないない、変装なんてしないって。うん、私もそれはないと思う。その根拠だって知ってるしね。あのね、白金さんがコスプレするのってフィクションの作品だけなんだって。そもそもコスプレって本来はフィクション作品でやるものだからね。まあ最近は曖昧になっちゃってるけど、私は本当にそういうのが許せなくって。許せないあまりに生理的に無理なんだよ。リアルの変装をするとキモいブツブツが出ちゃうの。私もそのキモいブツブツは見たから間違いないよ。つまり変装の可能性はねえってことか。白金、疑って悪かったな。可能性の一つとして確認しておくべきだと思ってな。ううん、私はいいよ、全然気にしてないから。白金ちゃんはいいやつだね。イルマちゃんとの器の差が出たよ。てめえが言うんじゃねえ。とにかく食堂にいた4人のアリバイは間違いなさそうね。だったら東条と白金とイルマと新宮寺は容疑者から外れるね。4人ともおめでとう。もう帰ってもいいぞ。え、帰るのはダメだよね。ねえ、その4人以外で怪しいのは誰なんだよ。地下に行った名城しがたき豚野郎集団か。地下に行ったのは誰だっけ。
私と犀原くんが二人で見張りをしていた時に見たのは、桃田くん、ゴン太くん、春川さん、茶柱さん、夢野さん、アンジーさんに死んだ天海くんの7人だったよ。ではその7人が容疑者なんですね。やはは、そうなるね。笑ってる場合じゃなくて、あなたもその中に入っているんですからね。さてと、容疑者も絞られたことだし、本来なら拷問して聞き出すのが手っ取り早いんだけど。拷問なんてダメですよ。天狗は痛いのが苦手なんです。委託されなくても、あることないこと何でも喋りますから。あることだけでいいわよ。地下にいたメンツの中に犯人がいるとしたら、怪しいのは春川ちゃんじゃない？人とか殺してそうな雰囲気だし。はあ、バカ言わないで。どうせ桃田あたりが犯人なんでしょ。何言ってんだよ。俺が犯人なわけねえだろ。誰だ、誰が犯人なんだよ。ゴン太も違うよ。紳士は人を傷つけたりしないんだ。うちだって違うわ。人殺しなんてめんどいことはせんぞ。アンジーにはアリバイがあるぞ。だから誰が犯人なんだって。ちょっとみんな落ち着いてよ。勝手に喋ってたら話し合いにならないって。大丈夫だよ赤松さん。ちゃんとみんなの発言を聞き分ければいいだけだから。君ならできるよね。そもそも私は誘われただけだよ。怪しいのは誘ったやつじゃ。俺のことじゃねえか。俺は違えって言ってんだろ。天狗に罪をなすりつける気ですね。男子はすぐになすりつけようとしてくるんですから。うちは悪い子ではないぞ。産んでくれたママに聞いてもらえばわかる。本当にアリバイがあるんだって。アンジーは犯人じゃないよ。神様って、どの人？俺らみんなで作戦会議してたろ。途中で天海だけは出てた。失礼。キーボ君？聞こえたよ。待ってよ、桃田君。いなくなったのって天海君だけじゃないよね。そこのバカは忘れてるみたいだけど、作戦会議の途中でいなくなったのは極ハラムだよ。ああ、一人で奥の AV ルームにこもってやがったな。しかも鍵までかけやがって。で、誰がバカだ。ゴン太、そうなのか。ゴン太は虫さんの映像を見てたんだ。モノクマとの対決に備えて闘争心を高めようと思って。イメージトレーニングで想像上の巨大カマキリと？無茶だ！昆虫と力比べなんて！上等な料理に蜂蜜をぶちまけるがごとき思想。でもどうして鍵までかけていたの？それは
イメージトレーニングに集中したかったからだけど。え、もしかしてゴンタが疑われてるの？どうして？だからあなたにアリバイがないからですって。じゃあそのアリバイってやつを持ってくればいいんだね。わかった、今から急いで取りに行ってくるよ。どこにあるのか教えて。この様子だとこいつに反論は難しいかもね。どうするの？反論できないなら決まっちゃうよ。極原君、議論を尽くして真相を明らかにするためにはあなたの反論が必要だわ。反論って言われても。君が犯人じゃないって理由を僕らに説明してくれればいいんだよ。もし本当にあんたが犯人じゃねえなら、このままあんたに投票すれば俺らは全滅なんだぞ。わかるか、あんたは俺らの命も背負ってるんだ。必死にやってくれよ。わかった、みんなのためにやってみる。にゃはははコンタファイトだ。ファイトファイトファイト。こけしみてえにグイグイすんな。ゴンタは犯人じゃないんだ。だってゴンタがいた AV ルームからはみんながいたゲームルームを通らないと廊下に出られないんだよ。廊下に出られないなら図書室には行けないよ。 AV ルームの出入り口は一つじゃねえよな。廊下に面した扉もあったはずだぜ。図書室裏口の正面にある引き戸だね。あの引き戸から出入りすりゃ。それは違うよ。あの引き戸からの出入りは無理だよ。俺様が間違ってるっつうのか。いい胸してるじゃねえかこのドブス。度胸だよね。度が抜けてるよ。だってAV ルームの引き戸は立て付けが悪くて少ししか開かなかったんだよ。せいぜい片腕が出る程度だから、あそこを通り抜けることなんてできっこないよ。それと引き戸を無理やりこじ開けた形跡もなかったよ。レールには埃が溜まってたからね。つまりあの引き戸から出た可能性はゼロってことか。そっか、珍しいこともあるもんだな。この俺様が間違っちまうなんてよ。君が間違えるのは珍しいことじゃないよ。人としても何もかもいろいろと間違えてるしね。ひどい。けどあの引き戸が使えないとなると、ゴン太くんが図書室に行くには俺らがいたゲームルームを通らねえと無理だな。けど俺らはゴンタの姿を見てねえぜ。ほら、だからゴンタは犯人なんかじゃないんだよ。いいえ、まだそうとは言い切れないわ。え？ごめんなさいね、極原君。あなたを追い詰めるつもりはないのだけれど、全力で協力すると言って以上は私もその責務を果たさなければならないのよ。どういうこと？まだゴン太くんが犯人の可能性があるの？例えば極原くんが AV ルームにいたまま図書室の天海くんを殺したのだとしたら。 AV ルームにいたまま図書室の天海を殺す？ほうほう、そんな方法があるんだね。しかもその方法を使えば AV ルームにいながら天海くんを殺せるだけじゃなくて、図書室に仕掛けられているカメラにも
映らないで済むはずよ。完璧じゃないですか。で、それはどんな方法なんですか。まあ、美人で天才の俺様にはすでに分かってるけど、他の雑魚どものために説明してやれば。その説明の前に AV ルームと図書室の位置関係を整理しておくわね。極原くんがいた AV ルームの引き戸は図書室裏口の扉のほぼ正面にあったわよね。この扉の位置関係なら AV ルームにいながら図書室の天海くんを殺すことが可能なはずよ。わからん。どうやってやるんだ。そのための準備として、まず図書室の裏口の扉を開けないといけないんだけど。あ、ちょっと待って。いきなり無理な気がしてきたんだけど。だって AV ルームの引き戸は開かないから廊下には出られないって話だったよね。廊下に出られないのにどうやって図書室裏口の扉を開けるんですか。あの引き戸は完全に開かないわけじゃなくて、片腕が出る程度開いたはずよ。それなら可能じゃないかしら。 AV ルームにあったあるものを使えばね。AV ルームにあったスクリーンを丸めれば長い棒の代わりになるでしょ。それを使って図書室の扉を開ければいいのよ。開いた扉の隙間から丸めたスクリーンを伸ばし、図書室裏口の引き戸に引っ掛ければ、扉を開けることができるわ。当然スクリーンはそれなりの重量があるでしょうけど、極原くんの力があれば問題ないはずよ。うん、問題ないと思う。素直に言っちゃうんだね。だが、図書室の扉を開けるとカメラに映ってしまうんだろ。いや、カメラを仕掛けたのは中に少し入ったところだから扉を開けただけでは映らないよ。犀原くんたちが撮った写真もそうだったね。先頭の人物が扉から少し入ったところでシャッターが切られていたよ。図書室の扉を開けた方法は分かったけどよ、それが何だってんだ。ゴンタは AV ルームから出られねえんだし、図書室にいる天海を殺しに行けねえじゃねえか。だから極原くんは殺しに行ったわけじゃなくて、 AV ルームにいながら図書室の天海くんを殺したのよ。もしかして凶器の砲丸を投げたとか。え、待ってください。砲丸を投げるなんて、そんな突飛な行動を。ってよく考えたらそれが普通ですね。だって砲丸ですもんね。そうよ、凶器の砲丸は本来投げるもの。投げて使ったとしても何も不思議じゃないわ。それに人が通れない隙間でも砲丸なら通すことができますね。しかも天海くんの死体と AV ルームの扉はちょうど直線上にあるわ。つまり図書室裏口の扉さえ開ければ砲丸を投げて被害者に当てることは可能なのよ。けどかなり距離がありそうだ。それにあの砲丸ってかなり重いけど。忘れたの？極原くんにはあの重そうなマンホールでさえ軽々と持ち上げるほどの腕力があるのよ。彼ならこの距離から砲丸を投げて当てることくらい可能じゃないかしら。どっかのチリトリ専用ロボはともかく、ゴンタだったらできそうだね。チリトリ専用ロボは、いや、僕のことではなさそうですね。僕はちゃんと掃き掃除もしますから。で、
どうなんですか、ゴンタさん。あの距離でも砲丸を投げられそうなんですか。それはできると思うけど。また素直に言っちゃうんだね。やあ、ゴンタすごい。超高校級の砲丸投げ選手でもいけちゃうな。じゃあ犯人はゴンタで決まりだな。待ってよ、ゴンタは誰かを傷つけたりしない。だって虫も殺したことないんだよ。本当なんだよ、紳士は嘘をついたりしないんだ。らしいぜ。どうするんだ。信じてあげたいけど、その材料がないからね。犯人はゴンタで決定だ。だから違うんだって。男子の言い訳は見苦しいですよ。天海くんの死体と AV ルームの扉はちょうど直線上にあったわ。その途中には障害物もない。それは違うよ。AV ルームから砲丸を投げて天海くんを殺すなんてやっぱり無理だよ。だって天海くんとゴンタくんとの間には障害物があったんだよ。障害物？動く本棚だよ。天海くんが殺された時、あの動く本棚は開いていたはずなんだよ。その証拠だってあるんだよ。彼が殺された時に本棚が開いてたって証拠がね。狙ったカメラで撮った2枚目の写真なんだけどさ。天海くんが殺される直前の写真ですね。ほら、隠し扉の本棚が全開になっているでしょ。で、この本棚はここから自動的に閉まっていて。私たちが図書室に踏み込んだ時に完全に閉まったんだよ。つまり、それより前はこの本棚は開いていたってことだから、 AV ルームから天海くんめがけて砲丸を投げても本棚にぶつかっちゃうはずなんだよ。なるほどな。だったら砲丸を投げたって可能性は消えるな。となるとゴンタくんにはどうやっても犯行は不可能かもしれないね。なんだ、犯人じゃないのかよ。もう紛らわしいな。ごめん。ゴンタ君は謝る必要ないと思うよ。ああそうだ、男がそんな簡単に謝ってどうすんだ。むしろ謝るのは私の方だわ。ごめんなさい、極原君を疑うようなことを言ってしまって。ううん、いいんだよ。だって犯人を見つけるためだもんね。よくぞ言いました。男子のくせに懐が深いですね。ああ、嫌なムードになってきた。どこがじゃ、いいムードではないか。アホか君は。僕は人が楽しい。